こんにちは、ライムです。はい、このゲームね、今岐路に立たされていますね。先週末のキーアートナンバー8についてはまあまだ良かったんですよ。でもですね、2月1日に唐突に実装されたクラウド EX、 こいつがね、かなり、厄介、大問題で、アビ内容がですね、皆さんとっくにご存知、承知の通りだとは思うんですけど、属性バフ3段階、それと属性デバフも3段階で、攻撃力が7777で、消費ゲージが2と、これね、で普通のアビ倍率もかなり高いですし、全てのメダルを過去にしてしまったっていう感じ。ちょっと前っていうか、ナンバー8の前に出た王様 0.2、 クラウド EX が出るんだったらこっち回してねえよっていう人ももちろんいると思うんですよ。多いと思うんですよ。あれ消費ゲージ4だしね、かなりひどいよね。かなりひどいよね。で、極めつけはですよ、この確定ストッパー、いわゆる天井ですよね。今回がそれがなんと200連と、200連しないと天井にならないと。実に現金にして4万円分ですよ。ただでさえ年末年始頃から結構ね、この課金煽りすごかったですもんね。限定メダルも乱発してたし、あと安定のちょっとね、マンネリしたクエとかも続いててね、ヘキヘキしてた人も多いじゃないかと思うんですけど、そのちょっと不満を抱えてたユーザーが今回のクラウド EX でついにね、怒りが頂点に達したのかなって思うんですけど、ツイッター見てると結構続々とね、引退する人が出ていますね。もちろん僕のパテメンも例外ではなくて、こんなやり方する運営にはさすがについていけないと去っていった方も多いです。もうほんと毎日、最近本当に毎日一人ぐらい抜けちゃって、結構きついですね。きつい状況になっちゃってますけど、本当モチベの低下っていう意味ではね、本当に運営のやり方次第でもうどうにでもなっちゃうので、ソシャゲは本当運営で変わりますね。はい、で、当たり前のように今日金曜日、本日も新たな新限定を実装と。本当ここの運営は何も考えてないのかなっていう気がしちゃうんですけど、でやっぱり運営に不服というか不満があって要望を送ったという方も見受けられるんですけど、どうなるんでしょうね、これから。今回のマレフィセントドラゴンについては、クラウド EX もこの間あったばっかで、急遽、もともとマレフィセントドラゴンについてはもともと予定してたでしょうけど、本当にこれからですよね。2月以降どうなるかと、動きがどうなるか、そこが気になるところですね。でもですね、セールスランキングで言うと、アップルのですね、セールスランキング見てると、ナンバー8が実装された翌日よりも、クラウド EX が実装された翌日の方がセールスとしては上がっちゃってるんですよ。で、何が言いたいかっていうと、この運営が仮にセールスランキングを重視してセールスランキングしか見てないとすると、これに味を占めてこれからもまたクラウド EX のような形で限定を出してくるかなと。変に売れちゃうとね、それがちょっと勘違いというか、運営がこの実際の問題に気づけないとかね、ありそうじゃないですか。天狗になっちゃって、このやり方すればまた売れるなみたいなね。そんな感じですね、クラウド EX については。でですよ、とりあえずそんな状況は置いといて、本日の新限定マリフィセントドラゴンがまたこれまたぶっ壊れ性能でして、ずっと僕思ってたんですよ。だいぶ前からですけど、ずっと心の中で全体2段階防御デバフの限定が出たら環境変わるなと。で、そのメダルが出たら絶対引くと思ってて、で、それが今回の最悪のタイミングで実装されちゃったわけですけど、
で、クラウド UX はもちろんめちゃめちゃ強い。でも個人的にはですね、マレドラの方が重要なんじゃないかと思うんですよ。まあその点については、まあとりあえず詳しい話はね、ガチャ回してからにしようと思うんですけど、はい。というわけで、ずいぶん前置きが長くなっちゃいましたが、お待たせ。今日こそはステボ引くから。マジで引く。マジで今回は引く覚悟で来た。10連目でステボ引いて、僕がね、新世界の神になりますよ。しかも見てくださいよ。これちっちゃいけど、いるんですよ、今回。復刻メダルに天使が混じってるんですよ。ね、いるんですよ。まあ僕ほどね、カイリーに愛された男もいないので、ね、いないので、確実にこのカイリーがね、僕の勝利の女神になってくれるはずです。というわけで、行きます。行くぞ、頼むぜ。あー、ドキドキしてきた。今日はマジで本気で引くからね、ステボ引くからね、みんな見ててね、俺絶対引くから。行きます。まず10連目。いや、まずじゃないな。これがもう最初で最後のガチャになるから、これ。今日の。あははは。すまん、そっか。マレドラってあれか。リバースだ。おわ帰り来た。おお、帰り来た。マレドラは来なかったけど、帰り来た。ほら、これですよ。これ。これですよ。帰りだから全然、よしとしましょう。僕3枚目の帰り狙ってたんで、これは普通に嬉しい。で、さっき今言いかけましたけど、マレドラがリバースなので、最初の1枚でリバース枠じゃなかった時点でもうマレドラが出る可能性ってかなり低いですよね。あー、それ考えてなかったな。もう最初の一瞬で分かっちゃうのか。あー、そっかそっか。だからこれで逆に言えば、リバースの枠が出れば、セフィロスかゼムナスかマルドラの3択ってことですよね。あ、イラシオンもいる。結構選択肢多かった。これはまあいいか。とりあえず20連目いきます。頼む、マジで頼むわ。ほんと攻め、ああええそっかセフィロスが星5なんだ。そっか、もうこの星5のメダルの枠が時点でもう終わりと。くそはい、というわけでね、30連目いきますよ。あー、そっか、そういう罠もあんのね。そういう罠もあるんだね。さあ、あー、あー、マジかそういうことね、そういう感じね。はい、キーアートナンバー1もね、もうアクア 0.2 でね、いるからね。マジか。はい、というわけで40連目。40連目いきますよ。はい、40連目。せめてもう最初の枠でね、リバース来てよ。マジでリバース、あー終わったわ、これ終わってるわ。あー、もうそういう感じね、そういう感じ。でも天井でね、まだステボとか出る可能性あるしね、あるし、2枚来る可能性だって全然あるからね、全然あるよ。うん、マジで引くから、今日は引く。頼む。マジで頼む。くーくー、来てくれ。はい、ということでね。はい、平凡な結果というね。あー、マジかー。
マジでなんだろう、ネットで弾いてるとか、弾いてる人とかさ、本当にあれ、コラ画像じゃないよね。ちゃんと弾いてるんだよね。マジか。つれえわ。つれえわ、マジで。まあ、とりあえず、気を取り直してね。はい、性能についての解説というか、話したいと思います。ですね、とりあえず冒頭でちらっとまあ言ったんですけど、あれ丸空どこいた、冒頭でね、すでにちらっと言ったんですけど、アビリティ内容がまず全体攻撃の2段階防御デバフとなっています。で、今まで全体の防御デバフは1段階しかなくて、2段階ダウンについてはハイスコアメダルのミキミニとか、単体用しかなかったですよね。うん、これね、こういう感じの単体用メダルしかなかったと思うんで、現状全体の2段階防御デバフというとマルドラの完全な独壇場ですね。もう唯一無二の存在です。で、防御デバフはね、本当に高レベル、敵のハートレスがレベル高いほど効果を発揮するので、うん、これからプラウドとかもどんどんレベルが上がってってるので、で、特にね、コロシアム上位とか目指したいなって方は、まあ、コロシアム100位付近とか言ってる、毎回言ってるような人ならわざわざ言われるまでもなく価値を分かって引いてると思うんですけど、うん。でもそれだけ聞くと、今までのアクセル HD とかイラストシオンとかはもう出番ないのっていう思われる方ももちろん多いと思うんですよ。しかしマレドラにはデメリットがあるのだ。うん、そう、唐突にね、謎のキャラをぶっ込んでみたわけなんですけど、デメリットがあるんですよ、マレドラには。もちろんアクセル HD とかにも残りのアビゲージの量でダメージが落ちるとか、イラストシオンも、獲得ルクス量でダメージが変わるとか、まあそれぞれ条件はあるんですけど、今回のこのマレドラ結構厄介なデメリットを抱えてて、自分の HP と引き換えに攻撃使うとこれ HP1 になっちゃうんですよ。うん、ということでね、この HP に1になるデメリットとか影響がね、結構大きい。まず、HP が多いほどダメージが上がる系のメダルってあるじゃないですか。アクアかな？この間のアクア 0.2 も、そう、自分の HP が高いほど技の威力がアップ。逆に言えば、HP が低いほどダメージが下がると。で、これは、王様 0.2 も、一緒だったりするので、仮に王様 0.2 とかアクア 0.2 を一緒のデッキに入れる場合にはちょっと気をつけないといけない。うん、もしくはこのイラカイリ2とかで HP を回復するとかっていう補助が必要になってくるかもね、知れないという。で、もう一つの、影響としては HP が1になるので、まあ当然なんですけど、耐久前提、何ターンもかけて戦う敵とか、まあいると思うんですけど、それがかなりきついですね。やっぱり その場合でも、マルドラの後にイラカイリ2入れたりとか、対策しないと、ちょっと使いにくいかなっていう気はします。うん、まあ、フェンリルだとね、結構マルドラの後に、回復メダルはさすがに入れられないので、うん、ただ防御デバフ要因として使うんであれば別に問題ないんですけど、火力に期待しないっていう、一切火力に期待しないっていう意味では別にここに入れるっていうのは、まあなくはないかなと思うんですよ。うん、もう敵のレベルが上がるともう倍率がね、ここ 1.9 とかだとダメージ1になったりとかするんで、そういう場面だと逆にもう倍率とかもう関係ないんで、
開き直って普通にただのデバフ要因という意味で入れるのは全然ありです。はい、コロシアムでもそれが全然通用するので、はいですね。なので結局そういうデメリットも結構でかいので、 HP 減るとね、ダメージが減っちゃうとか、そういう耐久向きじゃないとかデメリットもあるので、今まで通りアクセル HD も全然使い分けとして使えます。全然アクセル HD とかイラストシオンは現役なので心配しなくても大丈夫ですね。で、同時にアクセル HD と例えばマレドラ一緒に入れてもいいわけですしね、2枚でちょうど3段階ダウンになるので共存はできます。うん、なのでまとめると、マレドラはかなり強い代わりに結構気を使う必要があるというテクニカルなメダルって感じかな。で、防御デバフなので属性関係なく使える汎用性があるので、冒頭でも言った通りクラウド EX よりはこっちの方がね重要度高いんじゃないかと思いますね。まあもちろんねクラウド EX もいて組み合わせのが多分理想なんですけど、僕は引く気ないんで、まあ完全に夢物語ですね。まあクラウド EX についてはね復刻した時にまあ引ければいいかなぐらいで、はい。で、実際にデッキにセットしてみると、どうだろうね。とりあえずフェンリルの場合だと後ろのこの5枠目に HP が下がるとダメージ倍率が下がってしまうメダルは入れにくいので、ここに僕は王様 0.2 持ってないですけど、王様 0.2 持ってる人は入れるなら前に入れた方がいいかと思いますね。ここの3枠目か2枠目に入れた方がいいとは思う。入れるんであれば、マルドラと一緒に入れるんであれば、その点イラリク B はないんだっけ、デメリットが。だからイラリク B はまだ結構使い勝手はいいですよね。でですね、アクセル普通に倍率乗せるんであればやっぱりバフ、こうか、こうなってくるのかな。これアクセル HG じゃなくても空イラストバージョン2、イラソラ2入れて防御3段階ダウンっていうのもありですよね。まあ3段階本当に積む必要があるのは、本当に敵のレベルが高いコロシアム上位とかレベル800超えとかの相手するときだとは思うんですけどね。さすがに普通のクエストだと3段階ダウンまではいらないと思うので、はい、イラソラ2じゃなくて普通にまあイラカイリ2なり属性バフとか属性デバフ乗せた方がいいとは思います。で、さっき、属性関係なく使えるって言いましたけど、全然ノーツとかに入れるのももちろんありですよね。これイラストシオンなんですけど、まあ、イラストシオンの枠に入れちゃっても全然いいですよ。これ先ほども言った通り敵のレベルが高くなってくると、まあ、最初の1、2枠とか、まあ、3枠目ぐらいまではね、ちょっとどうしてもバフ中心になってくる感じで、残りの後ろのこの4枠目と5枠目で戦うような倍率を出すような形になってくるので、1、2枠目はもう本当捨てちゃっても大丈夫ですよね。攻撃ダメージをね、ダメージ捨てちゃってマレドラ入れちゃうのも全然ありかと思います。ちょうど欲しかったんだよね、このマジックデッキに2段階ダウン欲しかったんだよね。キーアートナンバー7引かなかったので、はい、ちょうどいいかもしれない。ただし先ほども言った通り、僕これアクアこれメインに据えちゃってるけど、アクアの威力落ちちゃうんですよね。 HP が、HP ほら HP 高いほどダメージが上がるっていう条件なので、だからマレドラを仮に入れる場合だとイラカイリ2で HP を回復してあげないと使いにくいかなと思います。逆に言えばこのイラカイリ2とか入れてれば耐久もできるってことですよね。何ターンもしっかり戦えていくというような形になりますね。
いいよね、マルドラやっぱり。うん、まあローズでも、ローズ、たとえ俺が俺で闇肉は確かそうそう、後ろの方にセットするほど技の威力がアップするから、別に全然 HP 関係ないんで、ローズとか、うん、まあ僕のこういう編成の場合には全然関係ないですよね。マルドラここに入れようが、まああれか、よくよく考えたら闇肉自身が防御、たとえ防御デバフだから、マルドラ入れることねえな、ねえわマルドラ入んねえわ。さすがにここにはマルドラいらなかったわ。このここにはいらないね。普通に素直に属性バフとか属性デバフ積んだ方がいいか。うん、そうだね。やっぱマジックとフェンリルかな。ノーツとフェンリルにマルドラ入れると全然いい、強そうだね。うん、ライオン、あ、そっか、ライオンもか。ライオンもだよね。防御デバフが今1枚しかないっていう状態なんで。ただ、配置がね、アップライトが3枠目だったらよかったな。アップライトが3枠目で、ここにマレドラ入るのが多分理想だったかなって思う。個人的には。この配置だったらかなり強かったと思うんだよな、ライオン。惜しいね。惜しい。あー、この配置のデッキ欲しいわ。デッキというかキーブレード。この配置のキーブレード欲しいね。うん、まあスピード版ノーツってことなんだけど、要は。あー、ちょっと惜しい。ちょっと惜しいわ。これ3枠目が捨てちゃうことになっちゃうね。これだと。まあ、とりあえずこんな感じかな。編成としましては。うん。なので、ですね。ああ、そうそうそう。ちなみにもちろんですけど、こういう違う属性にいた場合は、マレドラの、ギルト解放する必要は全くないので、ただのデバフ要因っていうためだけに入れるのは全然ありなので、はい。だから使い勝手は本当いいと思いますよ。まあ、もちろん入れるときはちょっと他のメダルとかちょっと考えないといけない面はあるにせよ、汎用性が高いですからね。クラウド EX についてはもちろんパワー属性のデッキでしか使えないっていう面もあるので、まあ無理してクラウド EX 引くよりはマレドラ引いちゃった方が、うん、まあそうですね、いろいろな面で使えるという意味ではマルドラっていいと思います。はい、というような感じでね、今回もステボとか2枚とか全く引けませんでしたけど、僕はね、イラ帰り3枚目引けたんで、もうよしとしますよ。満足です、僕は。帰り、やっぱりでもほらあれでしょ、冒頭で言った通り、マジで帰り1枚目で来たのはマジですごくないすごくない、すごいと思うよ。マジで本当に愛されてると思う俺。本格的に愛されてきたなっていう実感がね、あった今日は。それだけがね、もう収穫ですよ。それだけでいいや、満足した。そういうことにしとこう、満足しました。はい、というわけで、カイリーに愛されし男ライムでした。ご視聴ありがとうございました。